キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回は新商品のラベルライターテプラプロ SRR560 について紹介します。テプラプロシリーズのこれまでの機種との違いや新しい機能についてご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは紹介していきます。ラベルライターテプラプロ SRR560 はこちらになります。環境に配慮した素材を使用したキーボード付きで PC 接続も可能なモデルです。もちろんこれまでのテプラプロ向けのテープカートリッジが使用できます。主な特徴は4点です。テプラプロシリーズとして初めて本体に再生プラスチックを採用し、環境に配慮した商品になっています。機能面ですと、建築土木や医療健康用語を搭載し、専門用語も一度の変換でスムーズに入力でき、ラベル作成の作業を効率的に行うことができます。一番のユーザーメリットは、視認性の高いユニバーサルデザインフォントである UD 体を搭載した点です。ユニバーサルデザインフォントは可読性、可視性に優れているので、ロービジョン車だけでなく静眼車や加齢によって近い距離でのピント調節が困難な人も視認しやすいように配慮されたフォントです。より多くの人に読みやすく分かりやすい表示のラベルに適しています。実際に印刷したユニバーサルデザインフォントと通常のゴシック体のフォントの差はこのようになっています。ゴシック体の6はオレンジの丸の余白部分が小さいため、人によっては8に見える場合があります。一方 UD 体ではそのような読み間違いをしないように余白を広くすることで読みやすいデザインとなっています。こちらの付属の USB ケーブルを使ってテプラと PC を接続することで、高度な編集が可能な Windows 向けラベルソフトテプラクリエイターを使うことができます。テンプレートが豊富なラベルカタログや流し込み印刷などの機能に加え、多言語に対応した案内、周期換気、点灯ポップなどオリジナリティの高いラベルが作成できます。他の機能やスペックについてもご紹介します。電源は 2way 電源を採用しています。付属の AC アダプターを使っていただくか、炭酸アルカリ乾電池または炭酸ニッケル水素電池6本を使うことができます。対応テープ幅は4から24ミリ幅まで対応し、印刷の綺麗さは 180dpi 128ドットになります。こちらは現行機種ですと SRR680 という上位機種や SR5500P という PC スマホ専用機と同等のスペックです。価格は2万4000円プラス消費税となっており、テプラの中では中価格帯となっています。別売のシステムトランクを使えば、テプラプロ本体をはじめ12ミリ幅のテープカートリッジを9本分、オプション品、AC アダプターをまとめて収納することができます。収納物を軽い衝撃からも守ります。こちらの SRR560 にはハーフカッターが付いていないので、別売のこちらのハーフカッターを使うと、ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単に剥がすことができます。裏紙剥がしがスピーディーに行えるので非常に便利です。というわけで、今回は新商品のラベルライターテプラプロ SRR560 を紹介してみました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。